どうもこんにちは、しまです。この動画ではブログのネタを探しながらスキルとか考え方っていうのを実際にニュースを見ながら解説していきます。で、このチャンネルに関してはブログ関係のスキルノウハウっていうのをバンバン配信してます。ブログをやられてる方はぜひチャンネル登録をいただければ幸いです。それでは本題に入ってきます。今ライブダーの仕様に来てるんですけれども、まあ一昔前からなかなか話題になってたゴーンさんがやっぱりこうして話題になりますよね。で、このチャンネルで昔割と何度もこのゴーンさんに関しては結構長い期間検索されますよって話をしてたんですよ。まあ決してゴーンさんやりましょうって話じゃないんですけど、こういう人っていろんな問題が今後発生したりとか、まあ少し前もレバノンで爆発があって、自宅がそこから1キロぐらいで、うんぬんかんぬんとか、そういう話題もあったんですけど、やっぱりこういう有名人って良くも悪くも、やっぱり長い期間報道はされ続けますし、それに合わせて長い期間検索され続けるので、こういう一人の人物っていうところに、いろんな角度で掘り下げた記事を書いていくと、今回こういうふうにライブドアとかにニュースが載った場合には、最近落ち着いていたゴーンさん関係の記事の PV ってのも、多分プチ爆発すると思うんですよ。まあ例えば、このニュースをもとに何か記事を書くとしたら、正直このニュース3台だとそんなないような気がするんですけど、このコーポレートジェットですね。多分シンプルにプライベートジェットの反対語だと思うんですけど、個人ではなく会社として保有してるジェット機ですよと。だからそうは言ってもこれが結局のところは私的流用に当たると。まあそうすると、このゴーンさんについていろいろ知りたい人っていうのは、ゴーンさんのジェットがいくらとか、そういうところも検索をするわけですよね。で、今例えば、ゴーン、ジェット、いくらとかっていうキーワードで検索をしてるんですけど、まあこういうふうに強調スニーピットが出る場合って、ゴーン、ジェット、いくらに関して、現状の答えってこれですよっていう形で強調されるんですけど、これってゴーンさんが逃亡した時のプライベートジェットの代金に関して書いてあるんですよね。だからコーポレートジェットとして買ったそのジェット機自体の金額が書いてあるわけではないんですよ。つまり何が言えるかっていうと、この2020年の1月とか、その当時逃亡された時にジェットうんぬんっていう風によくメディアに出ていたそのジェットとは今回のジェットとまた違うわけですよ。そうすると今このタイミングでジェットに関して記事を書くことによって、より新しい内容の記事が作れるので、世の中の人々の検索のニーズっていうのが、この当時逃亡したジェットのお金が知りたいのではなくて、コーポレートジェットとして買ったそのジェットの金額が知りたいっていうところにニーズが移っているので、もしそのジェットの金額がいくらなのかっていうのが分かってくれば、既存のライバルとはまた違った、要するに差別化をした記事ってのを作ることができます。じゃあこのコーポレートジェットって一体いくらなのと、どういうふうに数字を出していけばいいんだろうと、そう思う方もいらっしゃると思うんですよ。そこで今回一個ちょっと面白い話を紹介しようと思ってます。まあ面白いというか、もうシンプルに日産の決算短信を見るんですよ。まあ普段こういう上場企業の決算短信って見られる方ってほとんどいないと思うんですよ。僕ちょっと銀行時代にこういう上場企業とかも見ていたので割と馴染み深いんですけど、やっぱりこういうところに情報って書いてあるんですよね。全体的な見通しとか、キャッシュフローがどうなるとか、今現状貸借対照表がどうなってるとか、PL どうなってるとか、そういう情報も全部載ってるんですよ。そうするとこういうページが見つかるんですよね。ゴーン氏の会社資産の私的流用等と、2700万米ドルとか、あとは75万米ドルとか。で、コーポレートジェットに関しては具体的な金額は書いてないんですけど、他の200万米ドルとか、まあ200万米ドルって2億円ですね。とかっていうのをいろいろやってますと。まあこういう情報があるんですよ。で、さっき10億円の申告漏れってあったんですけど、10億円の申告漏れって、あのライブダーニュースの文章がもし正しいとするならば、10億円使いましたって話じゃないんですよね。10億円分税金払ってませんよっていう、そういう話なので、そこから逆算すると、25億円前後のお金を使ってるっていうような話にもなるんですよ。税金が10億円っていうことは、だいたい25億円前後になるので、まあ分かりやすく税金を 40% として計算して、だいたい25億円ぐらいなので、そう考えると、さっきの記事では、家賃だったりコーポレートジェットって話があったんですよね。そうすると、まあ、ここに該当するんですけど、一般的にこの家賃とか旅費で10億20億って基本的にはありえないじゃないですか。そうすると多分せいぜい1億2億だと思うんですよ。とするとこのコーポレートジェット、まあ要するに実際買おうとするとこれってプライベートジェットになると思うんですけど、検索をするとプライベートジェットって結構ピンキリなんですよね。僕も前に調べたことあるんですけど、そうすると20億円から30億円ぐらいのプライベートジェットってなんだろうとか、要するに単純にさっきのこういう記事を見てプライベートジェットは10億円ですとかっていう話とは全く違うわけですよ。こういう記事を書く上でのソースってのが、厳密にはこの記事は読み売りなんですけど、こういったニュースだけをもとに考えるのではなくて、しっかりと会社の公表されている情報をもとに、今ある情報をすべて出して整理をした上で、今こういうふうに書いてあるので、ここまでの情報は開示されてるんだけれども、これ以上の情報は開示されてないと。ただ一方で項目としてはこれとこれとこれなんですよと。そうすると一般論として、そもそも、家賃とかそういうので、そんな何十億も支払わないんですよねと。そうすると残るコーポレートジェットって、金額としては大体これくらいになるはずなんですよと。ちゃんとこう筋道というか、ロジックを作りながらユーザーに説明をしていくと。
そうするとコーポレートジェットって大体20から30ぐらいの金額になりますと。じゃあ今世の中で一般的に公開されてるコーポレートジェット、まあ何しろプライベートジェットってピンキリな中でどういう種類があるんでしょうかと。で、それを金額別に並べてみると。そうすると大体プライベートジェットの相場って見えてくるので、あ、じゃあここら辺の機体ですねと。なのでコーポレートジェットって、まあさっきちょっとコーポレートジェットいくらみたいな話をしたんですけど、まあいくらってよくよく考えたら記事見て逆算すればすぐ出ちゃうと思うんで、じゃあそのジェットってどういう機体なんだろうとか、逆にそれって新品で買うといくらなんだろうとか、もしくは中古で買うといくらなんだろうとか、まあそういうのも記事にしれっと見出しを作りながら入れてあげると、あ、この記事すげえなとか、あ、なるほどとか、そういうふうに思ってもらえて最後まで読まれやすいですし、何か内部リンクで記事を書いた時にも結構進まれやすくなるんですよ。まあこういう有価証券報告書とか決算短信って結構小難しいっちゃ小難しいんですけど、まあ見てれば慣れるのと、まあ逆にこういうのを見なきゃわかんない情報ってのもあるので、もし何か会社関係で情報収集をしようと思った際には、個人的には見てみるのをお勧めします。ということで結構1個目のニュースで尺を使っちゃったんですけど、まあ主要は一旦こんなところで別のカテゴリーにちょっと行ってみようと思います。まあこれずーっと前から僕気になってるニュースがあって、日本ハムの斉藤さんってどうなるんだろうと。やっぱりこの方がいるだけでチケット完売になるとか、そういうレベルらしいんですけど、まあこの記事の内容を見る限りは、まあ清宮氏とか、そういう若手を一軍で起用し続けているだけになかなかしんどいと。なのでまあ本当に毎年毎年引退引退とかって言われてますけど、まあそろそろ本当に引退もしされたら今後どうなるんだろうとか。まあやっぱりプロ野球選手って引退した後にコーチになったりとか、やっぱりそういうパターンも多いと思うんですよ。もちろんコーチになる上では実績が必要なのか、もしくはマネジメント能力が必要なのか、そういうところもあるとは思うんですけど、もしこの斉藤さんがコーチになるのか、ならないのか、そういうところに着目をする場合には、同じコーチの人をもとに情報収集をするといいんですよ。要するに、日本ハムのコーチっていうのは、もともと日本ハムにいた選手がやるのか、もしくは違うチームから引っ張ってくるのか、もしくはどこのチームにいるとか関係なく、まず選手として一定の実績を持ってる人じゃないとならないのか、もし実績が必要なのであれば、どれくらい必要なのか、もしくは実績関係ないのであれば、どこに注目されるのかとか、まあどこに注目というかどこに着目ですね。どこに着目をされて、コーチとして道が開けるのかとか、まあチームによっても方針違うと思うんで、現状の日本ハムのコーチ陣っていうのをちょっと見ながら、それが斉藤さんって該当するのかしないのか、そういう目線で書くと、まあおそらくは独自性のある記事になるんじゃないかなというふうには思ってます。どうしてもこの話題って2017年も2018年も2019年もで今年もずっとこれ記事になり続けるんですけど、また今年は今年でいろんなこう情報があるので、コーチ陣とかも当然ながらこう新しくなってますし、そういうところに目をつけるといいと思います。で今芸能に来ていて、まあ、芸能はもう本当に書こうとするといろいろやっぱりあるんですけど、まあ、個人的にちょっと面白いなと思うのが、まあ、こういうヤマピーのニュースですね。まあしかも今回ってこれ中国共産党が忍び寄るみたいな感じじゃないですか。でこのニュースに関してはちょっと小ネタがあったので紹介するんですけど、よく女性問題があった時にはこういうハニートラップとかって超使われるんですよ。僕も最初こんなキーワード知らなくて、ヤフー虫眼鏡でキーワードを探して記事を書くみたいなことを最初こうずっと続けてたら、やっぱりどんどんそのニュースによってどういうキーワードが検索されて、どういうキーワードが虫眼鏡に今後出てくるかとか、そういうのが分かってくるんですけど、まあ僕の中ではそのうちの一個がハニートラップだったんですよね。割と政治経済を多く僕やってたんですけど、たまにこういうニュースでキーワードを探していると、やっぱりハニートラップって出てくるので、まあ中国共産党が、まあ今回これあれこれ仕掛けようとしてるみたいなそういうニュースですね。まあそもそもこの中国共産党がどんなところなのかみたいな、もしそれがライバルいなければ、2020年版として書いてもいいですし、まあこのニュースはハニートラっていうふうに表示はしてますけど、関係者の名前プラスハニートラップとかで記事を書いてみてもいいと思います。もちろん書くときは必ず事実をしっかり整理をして、過去同じような話題があったときに、それってハニートラップだったのかどうなのかとか、もしくはハニートラップをやる場合って一般的にどういう条件がするとハニートラップとして認められるのかとか、で記事を書きながら、だからそういうふうな状況を考えると、今回はハニートラップではないとか、まあそういう流れですよね。やっぱりハニートラップなのかどうなのかっていうのが気になって検索する人が多い場合には、いやいや違うんですよとか、そういう感じで記事を作っていくといいと思います。まああと個人的に超気になるニュースこれですね。石田ゆり子さんが年下男性とお食事って、年下のデザイナーって一体誰だよとか、そういうのはすごい思いますし、まあそもそもちょっと変わってよっていう気持ちもある。はい、ということでここで一旦前半戦は終わりで、後半は過去に出したブログのネタ探し動画を再編集してまたリマスター版として公開をしていきます。これはこれでいろんな学びがありますので、ぜひこのまま最後までご視聴いただければと思います。それでは再生します。恒例のヤフージャパンにやってまいりました。ネガティブなニュースはねやめましょうね。こういった専門的な内容に関しては、もし書けるならいいんですけど、ちょっと難しいなと思ったら避けた方がいいです。松岡さんに関してちょっと見てみましょうか。TOKIO ですよね。テレビ東京系連続ドラマ、市役所に出演することが発表されたと。で、ドラマに関しては、まあこれちょっと本当にブレがあって、
ドラマ特化ブログみたいなのもあるので、少しこう、ちょっとあらすじとかって書いても絶対無理なんですよ。絶対勝てないんで、まあ、ドラマはちょっと避けた方がいいかなっていうのは個人的な意見です。まあ、僕もちょっとトレンドの時に少しだけとあるドラマに触れて毎回毎回こうあらすじをしっかりと書いてたんですよ。だけどやっぱりこう特化サイトには全然もう勝てなかったんで、ちょっと微妙ですね。ドラマ自体を書くのは。あそこさんです。こう新しいキーワードがあればいいんですけど、新しいキーワードがもしなかったらもう作者うって感じですね。まあさすがにそうですね、結婚してるももう埋まってますもんね。これ見た瞬間ちょっといけるかなと思ったんですけど、もうライバルがすごい多いんで、結局これだけ記事があると結婚してるっていうこの疑問形になるんで、まあこれはそっか、これもそうですもんね、疑問形ですもんね。あんまちょっと微妙ですね。松岡さんは本もこれしかないですし、ドラマもライバル多いんで、もうすでにこれだけでも名前単体でドラマが入ってるような記事がもうあるので、大手のメディアでやめた方がいいです。で若い頃とかも 100% いるんで、もう絶対そうですよね、こんなだから。松岡さんはやめましょう。そうですね。ということで、戻ります。で、次が、今、甲子園中なんですけど、甲子園はちょっともう、時期的にやめた方がいいです。検索されそうなニュースって何だろうっていうような目線で、こう見ていった方がいいです。で、まあ、この前も別の動画でもお話ししましたが、まあ、京アニとか、そういうのはもうやめましょう。避けましょう。本当に事件は。Google からバン食らうんで。森田哲也さんって、誰でしたっけ？お笑い芸人ですか？あー。これ話題性高いですね。多分新ドラマで連ドラ初主演。ああちょっと見てみましょう、森田さん。ああ全然ないですね、虫眼鏡。ということはこれから一気にまた増える可能性がありますね、この虫眼鏡が。森田さんいいかもしれないですね。ちょっと嫁見てみましょう。嫁はライバルいそうですけど、まあいますね、いるんですけど、嫁で埋まってるわけではないので、まず森田哲也さん嫁っていうそのキーワードでしっかり内容書ければ多分上位にもう1位とかにもなれるんじゃないですか。で大事なのはこのライバルですよね。ライバル見てみましょうか。森田哲也、結婚した嫁は誰、子供両親兄弟家族構成、もうキーワード超詰め込んでますね、このブログ。これで言うと森田哲也、さらば青春に光、結婚、嫁、誰、子供、両親、兄弟、家族構成っていう、もう詰め込んでる系ブログですね、これ。で、これの場合はメインは結婚した嫁のはずなんですよ、これ。で、それに関してどう書いてあるかですよね。で、これよくありがちな、こんなタイトルってことはもう、森田さんのことを知ってるわけじゃないですか。なのに、こう文字量を稼ぐとかそういうのを理由に、最初にプロフィールやってる人めっちゃ多いんですよね。これはやめましょう。ほんと意味ないんで。ユーザーがもう抜けるだけなんですよ。本当に意味ないです。本当に意味ないんで、やめましょう。で、ここに、嫁は誰と。7年近くお付き合いしている彼女がいるそうです。詳しい情報は公開されておらず、モテない男と。そうすると、これなんかタイトルと中身はちょっと違いますよね。結婚した嫁は誰っていうように書いてあるのに、結婚はしてませんって。もうその時点でユーザー消えますよね。それが今1位になってるっていうことは、勝てるんですよ。ちゃんと書くと。少しだけこのライバルをチェックした上で。どういう風に攻めるかを一緒に考えましょう。で、家族、両親、兄弟はと、母親にも新ネタの電話を披露するという罰ゲームをしていると。まあこれはもう女性の好感度下がりますよね、完全に。で、ここまで母親の電話の話しかしてないのに、父親や兄弟については情報が今のところないと。別れ次第お知らせします。目。ということは、もう両親とか兄弟とか家族とか、そんな情報が入ってないのに、タイトルに やっちゃってるわけですよ。で、まとめも、彼女はいても結婚はしていず、ちょ、日本語は変ですね。子供もいませんでした。彼女もいるかいないかははっきりしてませんが、あ、だからこれも完全自己満足の記事だから、絶対にこれは勝てます。この場合、ちょっと結婚っていうキーワードも見てみましょうか。そうすると、まあさっきの、この結婚してないのに、結婚した嫁は誰っていう記事と、1番目、3番目、4番目に結婚がいて、もうないですね、ライバルは。これは4番目なんか掲示板みたいな感じですけど、まあ記事風か、結婚はしていませんと、同じような内容ですね。そうすると先ほどこの1番目の記事で結婚はしていないと、で彼女はいるっていう風にあったじゃないですか。そうすると彼女で検索してみましょう、一度。そうすると彼女で入れて書いてるのが今これしかないですよね。この1記事しかないですよね。なのでちょっとチャンスです。彼女についてしっかり記事の内容を書けるならいいと思います。見てみましょう。彼女嫁、主人公、経歴は、
目次なんですが、もうこの時点でちょっともうあれですよね、意味わかんないですよね。あんまりちょっと他の人のブログをこうやって言うのも良くないんですけど、さらば青春の光、森田、彼女、嫁、出身校、経歴っていうキーワードが入ってるのに、この目次にそういったキーワードが入ってないじゃないですか。要するに目次に入ってないって、イコール H2 に入ってないっていうことなんですよ。ここですね。しかもこの緑の背景に黄色いマーカーで白い文字という、これめっちゃ見にくくないですか？これ。こういうの本当に やめましょうね。こういう見づらい見出し。なかなかいないですけどね。で、正直もうこれって、文章の中見るまでもなくて、もうこれだけでわかるんですよ。勝てるって。彼女に関しては先ほどの人が書いてあったように、まあ付き合ってる人がいると、まあ一応中身チェックしてますけど。それどころか、彼女に関して全然書いてないですね、情報。あれ？何なんだろう。これか。彼女に関しての情報は、これだけなんですよ。6年付き合ってる彼女と同棲をしているとのことなんだけど、現在は恋人や結婚はわからず、インスタもお笑い一色です。もうこれほぼ、タイトルに対しての中身がもうないわけですよ、これ。すなわちですよ。これも勝てるということです。じゃあどういう内容の記事書くのっていうところだと思うんですよ。で、今回僕がこの森田さんに関して、個人的にですけど、もしタイトル作るとしたら、その入れたいキーワードって、森田哲也、結婚、彼女、嫁、この4つのキーワードをちょっと入れたいなというふうに思ってるんですよね。じゃあそういう時に、どういうふうなタイトルにするかと。まあこれほんとざっくりなんですけど、ここはもう適宜いろんなこう考え方でいいと思うんですけど、要するに事実としては、森田さんって結婚してることに関して情報がないんですよね。まあ結婚してないっていうところと、彼女も長年付き合ってる彼女がいたんだけど、今は正直わかんないと。で、その場合にまず結婚していないっていう、そこの理由について触れましょう。なので、森田哲也結婚してない理由っていう、びっくりマークと。で、もしくは森田哲也結婚せず嫁がいない理由、びっくりマークっていう風にして、彼女も現在は不明と話題にと。要するに彼女がいるのは不明っていうことでキーワードを入れながら、メインの内容としては森田さんが結婚してない理由のところに触れると。それで森田哲也結婚嫁のキーワードで検索エンジンに引っ掛けると。そうすれば既存のライバルとはまた違う内容になるわけですよ。そうすると Google としても内容が違う、同じキーワードでも内容が違うものを1ページ目に入れるっていう習性があるので、それも活かしつつ正しい情報を入れると。要するにさっき家族構成とかってちょっと触れてるところに、母親に電話とかって言ってたじゃないですか。電話がうんたらかんたらって。だからまあそういうところでもう女性が引いたっていう可能性もありますよね。あとちょっと今回はやらないですけど、ツイッターで森田さんに関して調査をしてみて、まあなんか、まあこれは彼女できねえよな、みたいな、そういったエピソードっていうのをこう拾ってきて記事に貼るっていう感じですね。それで森田さんがもう結婚できない理由について、ああ、なるほどね、と。そりゃ結婚、まあしんどいんじゃねえの、みたいな、そういうキャラでご紹介をするのはいいんじゃないかなと。もちろんね、森田さん自体は本当に素晴らしい人だとは思いますし、今回、連ドラっていうところで初主演ということで、多分演技力も素晴らしいと思うんですよ。なので、今までこう結婚したい理由は、こうやってなんか電話の話とかで、なっちゃったのが理由の可能性がありますねと。ただ、今後、官邸の新ドラマで、連ドラ初主演ということで、一気に人気が出て、ゴールインに行く可能性がありますよ、というようなポジティブな流れで記事を作ってあげればいいと思います。少なくとも、ユーザーは彼女とか結婚っていうキーワードで調べているっていうのは事実なんですよ。で、森田さんって結婚してるのかどうかっていう疑問と、その先には結婚しているなら相手は誰、結婚してない、していないならなんで結婚してないのっていう疑問が出るんですよね。で、それって今 Google の検索エンジンにはなくて、それをしっかりと記事に入れて、まあ、考察という形でね、断定的に判断してはいけないんですけど、今の現状のこの世に溢れている情報をまとめて考察をすると、これが理由じゃないかというところでユーザーが納得するような、まあ、満足するような形で記事を作りましょう。なので人物名嫁とあるからといって嫁に関して書く必要って必ずしもなくて、人物名嫁で事実としていないならばいない理由とか、そういったさらにそのもう一歩先のユーザーの質問に関して納得できるような記事を作ってあげましょう。あと速報系の記事を書くっていうのもすごい大事です。まあ速報系の記事をもとに新しい情報を世に作り出すと、ポジティブな情報を作るというところは意識するといいんじゃないかなと思います。それでは今回は以上になります。はい、ということで今回もブログのネタ探しやってきました。また今後もブログネタに関する動画だったり、他にはそもそも稼ぐための考え方とか、稼ぐためのスキルとか、そういったところをどんどん発信していきます。もしこういう動画を見てみたいとか、
そういうのがあったらコメントとかいただければ可能な範囲で対応はできますので、動画見ましたみたいな感想と一緒にぜひコメントもいただければと思います。コメントはバシバシ短くてもいいのでいただけると喜びます。それでは今回最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。